安定翼格納完了。そのまま最大戦速まで加速しつつ古城の浮遊都市に向かえ。イエスマン。敵の迎撃があった場合は。そうですね、困難ならば強行突破を行いますが、都市への着陸を最優先とします。了解した。ちなみに自分に敬語は無用だ。階級はともかく、こうして砲術師として手伝っている以上、機関の指揮下にあるのだからな。了解した。へえ、ミュラーさんって砲術師なんかもできるんだ。帝国軍で最も動力化された機甲師団で鍛えられたからね。顔に似合わず、その手の業務は一通りこなせるわけさ。顔に似合わずは余計だ。なるほど、そういうことか。ところでオリビエってば、いつの間に着替えちゃったの？帝国王子として視察するんじゃないんですか？そんなのただの建前さ。これが終わったら僕の自由で優雅な時間は終わりを告げてしまうからね。せめてそれまでは気楽な格好でいさせてもらうよ。最後のモラトリアムというわけか。ああ、エレボニアの国民が知ったらどう思うことやら。僕としては知られても一向に構わないのだがね。どうだい、記者君たち、リベル通信ですっぱ抜いては。おっと、いいんですかい？だったらバンバン写真撮っちゃいますけど。頼むからそいつのザレ言をいちいち真に受けないでくれ。それはともかく、どうしてナイアルたちがいつの間に船に乗ってるわけ？龍事件の時のようにおばあ様が手配したんですか？ええ、お察しの通りです。陛下がカシウス准将に口添えをしてくれましてね。従軍記者扱いで上官させてもらったんですよ。ハーケンモンでの姫様たちのかっこいい姿も撮っちゃいました。現像楽しみにしててくださいね。ありがとうございます。やれやれ、どうにも緊張感がねえな。あそういえばおじいちゃん、ゼル力馬発生機の調子はどう？今のところ順調じゃ。何も起きなければ浮遊都市に着陸するまでは持ってくれるじゃろう。ちょっと待った。ってことは何か起こったらヤバいとか？問答無用で墜落じゃろうな。さらっと言わないでよ。レーダーに反応あり。ステルス化された艦影が5つ急速接近してきています。来たか。グロリアスに搭載された高速艇みたいですね。敵のステルスもなんとか見破れたようじゃの。手法展開用意。最大戦速のまま強行突破する。立ち塞がる艦のみ撃破せよ。イエスマム。
1番、2番、5番を撃墜。3番、4番も完全に引き離しました。やった！ああ、見事だ。いやはや、これが最先端の空中戦か。この手法は素晴らしいな。かなりの威力のはずだが、大した精度と反動の小ささだ。当然じゃ。本来ならレーダーと連動した迎撃砲もつけたかったが、ま、それは次の課題じゃの。レーダーに反応あり。8時の方向から全長250アージの超ド級艦が接近中。それって例の箱舟ってやつか。ヨシュア君、グロリアスの基本性能と武装は分かるか。機動性、最大戦速ともにアルセイユには及びません。ですが強力な手法に加え、無数の自動砲塔に守られています。攻撃、防御ともに完璧でしょう。そうか。4時方向へ全速離脱。敵戦艦の追撃をかわしながら浮遊都市の上空を目指せ。アイマン。グロリアスの射程圏内から離脱しました。怖かった。さすがに緊張したわね。うん、もうドキドキだわ。でもこれで敵の妨害は全部かわせたんじゃないかな。いや、油断しない方がいい。ああ、常識は通用しねえ相手だ。最後の最後まで気を抜かねえ方がいいだろう。前方に雲の切れ目、浮遊都市の上空へ出ます。都市上空に到達しました。すごい。これが
古代ゼムリア文明の成果ですか。想像以上の代物やな。うん、向こうの方に巨大な柱のようなものが見えるな。おそらくこの都市にとって重要な施設の一つであるはずじゃ。着陸するならまずはあの近くがいいかもしれん。了解しました。エコー、周囲の状況はどうだ。はい、50セルジュ以内に敵艦の反応はありません。グロリアスも完全に引き離せたと思われます。よし、ルクス、速度を落としながら前方の柱付近に着陸するぞ。アイマン。あれ、どうしたのドロシー。なんだ、観光クオーツでも切れたのかよ。ああ、うん、それは大丈夫ですけど、なんか向こうの方から変なものが近づいてくるなーって。何？嘘！なんだあれは。さあ見せてもらおうか。希望の翼が折られた時、お前たちに何が示せるのかを。